皆様こんにちは。今回は音声のみの通話にも対応したスマートフォン用ビデオ通話アプリ Google Duo について解説させていただきます。 Android 版と iPhone 版の Google Duo アプリは2017年3月28日にバージョン 9.0 へのアップデートが配信され、これまでのビデオ通話に加えて音声のみの通話も行うことができるようになりました。Google Duo で音声のみの通話を行う方法は簡単で、アプリを起動したら上部に表示されるビデオ・音声のボタンで切り替えを行うだけです。音声に切り替えるとフロントカメラがオフになり、音声のみの通話を行うことができるようになります。 Google Duo の音声通話の設定は基本的にはこれだけで、その他のややこしい設定などはありません。ただしこの Google Duo の音声通話機能は、通話する相手もバージョン 9.0 以降の Google Duo アプリをインストールしている必要があります。 Google Duo アプリをインストールしていなかったり、インストールしていてもバージョン 8.0 以下の場合は音声のみの通話を行うことはできません。この他、音声通話といってもインターネット回線を利用するインターネット電話機能となるため、通話料金は発生しないものの、データ通信は行われるので、モバイルネットワークを利用した通話を行う場合は、パケットの消費にも注意する必要があります。Google Duo を利用する場合は、なるべく Wi-Fi 環境下で行うようにする方が賢明です。以上、音声のみの通話にも対応したスマートフォン用ビデオ通話アプリ、Google Duo についての解説でした。